前回のカズクラ、カズクラの金トラップということで、実はインスパイアされてすげえやつが出来上がってしまった。しかもそれをオリジナル機構で仕分けだ。仕分けして便利に便利にしていくと、なんということだろう。本当にいい仕分け機ができたよ。これでお金持ちだ。はい、というわけでどうもカズクラでございます。坂井さんだ。さあ、というわけで今日もマインクラフト塾やっていくぜ。さあ、というわけでようやく出張から実は帰ってきたんだけど。お疲れ様です。何するよ。やべえ、何しよう。なんかないんか、ないんか。この3日4日実は開けてたんだけど、ネタなんかね、すまないと思っている。ない、ないんか。ない。ならどうしような。そうだな、最近お誕生日を迎えた人がいるから、プレゼントとかどうだろう。お、いいな。それあれか、 M さんか。 M さん、 M 兄さんだ。あんな、ついでにさ、なんかプレゼントあげるから、お返しももらってこようか。ふふふふふ、そうだな、欲しいものがあるね。逆にね、あ、こ結構いいもんがね、いっぱい置いたんだよ。行ったことないから行ってみたい。わあ、いいな。あんなら今日はもうめちゃめちゃ奮発していこうと思う。わかった。あんなら、もう今日はね、もう奮発して、もうために貯めたやつをついに解放する時がやってきたようだな。実はすげえものを貯め込んでたんだ、今シーズン。ついにあれを使う日が来たか。というわけで、ちょっと貯め貯め倉庫に。坂井さんだ。なんだい。行くぞ。だ、ダイヤだ。どうだ。ダイヤモンドじゃないか、カズクラ。やべえだろこれ。これはやばい。貯めに貯めたんだって。すげえ。これを実はな、幸運のツルハシで掘るとめちゃくちゃダイヤモンドが増えるらしいんだ、これ。なるほどな。で、実は俺もね、100個あるから、何個出るか勝負しようぜ。その勝負引き受けたぜ。ほんで、少ない方を真上にあげよう。なんで少ない方やねん。少ない方少ない方やろう。そうしよう。というわけで、今からダイヤモンドを、掘り対決だ。絶対負けないからな。こっちでやるか、早速。やろうやろう。そこだ。よし、うな、その調子で上まで。これ大変だったんだぜ、これ貯めるの。本当だよな、よくこんなにいっぱい貯めたね。やっぱこれ貯め込むの好きなんだよ、カズクラは。これ、来たな。だから今からマウンイーにいっぱいダイヤモンドあげたいんだったら、いっぱい出せばいいだけの話だ。そうだな、間違いない。だろ、マウンイーへの愛だよこれは。わかった、どちらが愛が大きいかだ。そうだ。ほんで、どっちが愛が少ないかっていうのもわかるんだ、これ。なんだって。では、今から掘っていくぜ。レディゴー。行きまーす。うわ、うじゃうじゃ取れるぜ。音が気持ちいいぜ。どうだ、一緒ぐらいの速度で行くぜ。おらー、おらの方が早くないか、これ。なんでだ。やっぱ気合が違うよ、気合が。マグニーへの愛の気合が。気合がそんなに違うかな。うわ、やべえ。え、過去最高に取れてるかもわからん、もしかしたら。本当に今までね、218個とか220個が自分の最大だ。きた、お互いやってこ。これわかった。左上が自分で、左下が坂井さんだ。わかった。いくぞ、マグニーへの愛が試されるぞ。まずはいくぞ。ひとーつっと。はい。二つ。はい。おー、あるね。三つ。はい。おー、なるほど。ヒリヒリするぜ。次だな、多分本当の勝負は。そうだな。四つ。どん。坂井サンダーの勝利。愛が大きかった。そう。坂井サンダーはこのダイヤモンド持って。はい。これごとあげることにするよ。わかった。ちょっとマグイーサーの世界行くか。行こう行こう。待って、マグ職にしてあげようかな、いろいろ凝って。いいね、プレゼントの箱ってことか。いいだろ、なんかおめでたい感じにしたいな。飾り付けか。飾り付け、あ、やっべ。ちょっと待って、今飾り付けの旗もらってくる。うわ、こうやって重ねてつけれるんだ。旗おもろ。何も思い浮かばない。何にしたんだ、カズクラは。もうできたよ。もうできたのか。できたよ。うちはこれにしよう。あ、ディアモンドここ預けといてくれ、坂井さんだ。心配だ、ここに多い方のダイヤ入れたよ。よし、うんならこっちだ。早速マグさんワールドにいろいろお返しももらいに行こうぜ。プレゼントしに行くというよりかは、もらいに行くって感じだな。エデンに到着。よし、こっちだ。お邪魔します。あ、入れない。そうなのか。ちょっと旗だけもらいに行こう。
そっか、妖精は入れないのか。カズワールドとエデンだけ入れる。頼んだ。行ってらっしゃい。よし、思いはちゃんといただいたと。行ってらっしゃい。ちょっと豪華にしとく。なんだこれ、こどっかの国旗みたいな、なんかあったよな、こんな感じの。あったような気もするな。よし、なんかかっこよくしといたぞ。ありがとう、お祝いだ。なんて書いておく。単語名にしとくか。単語名、それでいこう。 K&S にしとこうか。なんかのスパイスの会社みたいだなK&S にしとこう。 K&S、 そうしよう。よし、そんならもういっぱいプレゼントあげたから、もらって帰るよ、これ。いろいろ。わかった。やべ、ダイヤモンド1個で様々なものと攻撃ができるって書いてある。どうしよう、全部あげちゃった。あ、大丈夫。ダイヤモンドを今1個だけ実は持ってきてて、原石4つもできたわ。何をもらうんだ。1個に対してなんかいろいろもらえるんだ、これ。だからトライデントをまず2本持って帰ってくるよ。2本もらって大丈夫か。そう、購入ダイヤモンド1個で購入できるようになってんだ、マウニーさんワールドで。プレゼントはプレゼントで渡せて、ここはちゃんと購入すると。そうだ、めちゃくちゃいいじゃん。だからもういいやつなんだよ。あとな、ラッキーボックスっていうのもあるから、ラッキーボックスも買っとくか。ラッキーボックス買っておこう。2つ買えるからな。あ、ラッキーボックスも売り切れだ、これ。売り切れか。ダイヤは吸い取られたのか。いや、まだ他のやつ選べるようになってるから、イカスミ、簡約イカスミ持って帰るか。そうしよう。お、入った。ちょっと待ってくれ。待ってる。あとなんかもらえねえかな。あ、タンプレのお返しもらってくることにした、これ。タンプレのお返しっていう発想がおかしいんだけど。めっちゃいいのある。お返しがちょっとおかしいけど、いいんだね。お返しもらった、これ。な、借りる。お返し借りとこう、これ。楽しみに待ってるね。すげえぜ。な、今帰るね。何それ、やべえだろ。かっこいい。これ借りてきた。ほら、あっち行くぞって言った時、あっち行くぞ。どうだこれ。あ、今から寝ないといけない。こっちだ。やたら使っちゃうやつやな。やったらうるせえやつや、これ。すや。うわあ、よく寝た。見てこれ、まだちょっとこれ余ってるから、かっこいいのね。なんかこれ貼り付けとくとなんかぽいもんね。そうだね、なんか上級さって感じで。確かに国旗っぽいな。国旗っぽいでしょ。いや、国旗だよこれ多分。なんか鳥かミサイル感に見えてきたこれ。まあいいか、これがダサいんじゃないか、国旗っぽくて。なんてことを言うんだいや、それはそうと、こっちだ、こっち、酒井さんだ。すげえのもらってきたんだから、これ今回。まずは見てくれ、素晴らしい矛だ。矛をもらってきたぜ。今からこれにエンチャントつけとくか。そうしよう。うーわ、めちゃくちゃいいのついたこれ。なんだって。はい、戻ってくるぜこれ。しかも投げたら、やったー、やべえのできちゃったよ。すげえ、これでもうなくさない。投げてみな、投げてみな。おい、これでもう安心だ。いや、いいのできたな。いいのできた、ありがとう。な、最後はこれだ。マウニーさんのラッキーボックス、何だったのか見てみようぜ。さて、何が入ってる。えい、わあ、めっちゃいいじゃん。逆に助かるこれ。これはいいよ。建築にめっちゃ使えるじゃんこれ。使える、使える。マウニーさんに感謝だなこれ。感謝しかないね。ああ、もう今回は大満足だぜ。本当だ、よかった。というわけで今日はこんなとこで終わります。大収穫です。というわけで今日はこんなとこで、また皆さんお会いしましょう。いいやつだと思ったらチャンネル登録、高評価お待ちしてます。お願いします。じゃあねー、バイビー。